どうもこんにちは、新米クッキングのひこです。今日はですね、フォートナイトをやるためにこちらのキー&マウスコンバーターって書いてるやつを買いましたので、キーマウですね、こちらの紹介をしていきたいと思います。こちらにはですね、プレステ4、XBOX1、スイッチ、PS3、PC ができるって書いてますが、プレステ5でできるかを、検証していきたいと思います。はい、だから箱の中に入っていたのはキーボードとマウスとコンバーターですね。マウスがついていてお得になってますね、この商品は。はい、じゃあ早速つなげていきたいと思います。まずコンバーターっていうんですか、こちらにキーボードのマークが書いてますね。こちらにキーボードを差し込みます。そしてマウスって書いてるのでマウスを差し込みます。そしてプレステ5のやつを差し込んでからのゲームコントローラーのところに差し込みます。これで3つ差し込みましたね。これをこうか。あ、ついてた。つきました。では実際に動くか試してみたいと思います。ちょっと動かないぞこれ。動かないですね。マジか。差し込み方は全部当たってはいるんですけど、動かないですね。初期不良なのか、ただ単にプレステ5だから動かないのか、そちらをちょっと確認していきたいと思います。はい、いろいろとやっていく中で分かりました。外すとうまい具合に作動するようになりました。これ見てください、これマウスなんですけど、ね、今動いてますよね。じゃあ早速プレイしていきたいと思います。ぐる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 動きますね。ちゃんと建築の相模の、ちょっと買ってみましょうか。調べるときはマップはこれで PS5 のコントローラーで、ピンさせてからのじゃないといけないですね。ホーリー位置に降りましょうか。
1キルですね。建築は いい感じでできると思います。自分上手くないんですけど、上手い人がやったらいい建築ができると思います。はい、これでプレス5はできることが分かりました。はい、続いてやっていきたいと思います。続きまして、今度はまあ iMac で試していきたいと思います。あ、忘れてましたが、ここでもコンバーターなしですと、使えそうです。マウスとキーボードだけですね、接続してるのが。はい、ではシーズン5の、ソロをやっていきたいと思います。なんでアップルでフォートナイトができるかどうかと言いますと、月額1800円払いまして、 GeForce っていうところから取り入れてますので、フォートナイトシーズン5ができるようになっています。ちょっと月額1800円はちょっと高いですけど、まあ、フォートナイト的には問題ないかと思うような値段となっています。うん、サクサク動きますね。あ、それとつけるときは有線にした方がいいですね。プレゼンパークに降りましょうか。操作的には問題なさそうですね。ボットだったのか、すぐやっつけることができました。ちょっとプレス5とは違って動く的に問題はなさそうですね。はい、フォートナイト終わりたいと思います。これで動画を終わりたいと思います。参考になったと思う人は高評価、チャンネル登録でお願いします。では。